ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年12月14日今日は火曜日の夕方です。さあキジトラさんいますかね。さあどうかな。キジトラさんいた。キジトラさん、夕方はキジトラヒルズからでしょうかね。屋上にいましたね。雨が上がってます。ちょっとカメラぶれちゃいましたね。いろんなものを持っています。カメラがぶれてしまいました。すいませんね。ちょっと 見づらくて。いろんなものを持っているんですよ。ゴロニャー体操、一、米、三、ゴロ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 。このようなね、小道具を持っています。あれ食べませんね。キョロキョロして、キジトラさんどうしたのかな。キジちゃんも困ってんのかな。こんなとこでもらって。もしかしたら屋上に水が溜まってんのかもしれないですね。お得意ののの字歩きで回っています。キジトラさんちょっと困ってんのかな。水が溜まってんのかもしれないですね。どうするのか。キジトラさん下ばっか見ていますね。ぐるぐる動いています。のの字歩きですね。困りました。食べませんどうしちゃったんかな。まさか下に降りるつもりですかね。キジトラさんキョロキョロしています。身を乗り出してますね。地面が気になっているようです。キジトラさん。どうするんだろう。全く食べる気にはありません。お、身を乗り出してますね。あ、キジトラさん落下。すごいですね。地面に降りました。天空から地面になりましたね、キジトラさん。さすが猫ちゃんですね。ぬかるみに落ちたキジトラさんですね。物置の上だったらよかったんだけどね。足が汚れちゃうよ、これじゃあ。足が汚れて怒られちゃうんじゃないのかな、飼い主のおばちゃんに。あれまあ、知らないよ。足がドロドロですね。キジゾン川を見ています。この雨でキジゾン川へ行くのか、今日は食べないのか、お腹いっぱいなのかな。今日は顔を挨拶に来てくれたのかな。自分の土地へなんか行ってしまいましたね。キジトラさんご挨拶に来てくれたのかもしれないですね。玉貸ししましょうでも食べてくれないかな、今日はね。ぬかるんでいます。出てきません。今日の場内は不良です。結局食べませんでしたね。まあ、せっかく来たんですけどね、キジトラさん。キジトラさん、お家に帰るようですね。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバイでーす。